もう大丈夫。分かったんだ、俺。 やかましい坊やだこと。<笑>そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな、かわいい坊や。 この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも困ってる俺を助けてくれる。 だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ、ママ助けてよ。ああ、何言っちゃってるのあんた。うるせえ、俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。 頑張ってたよ。ママに会えるの楽しみにしてたんだ。早く会いに来て、ママ。 ダメね、この子壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。 そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。は、はい、アルケニモン様。 これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。
なんだこれ。やだ。なにこれ。ママ。動くな。掴みにくい。ここから落とす。絶対死ぬ。確実。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ。あいつ頭は悪いから。え、リョウはまだ無事なのか。抵抗してる。無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。キネモンがリョウを助けてだって。分かってる。絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、うん、みんな行くぞ。
ドーベルマン、やってやる。ただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラモン、お願い、手を貸して。それでいいのよ、サキ。
義の強い思いが私をベジーモンへと進化させた。これで私も先の思いに応えることができる。行くわよ。覚悟しなさい、サイクロモン。よし、私だな。
私だね。そうだ、一つ目の化け物に落とされて、俺死んで
いや、生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。それが命を救った相手に対する態度？はあ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ガキに見下される覚えはね。目で見てんだよ。だから言ってるでしょ、お前なんてどうでもいいんだよ。バケモノ。ママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。ここは俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして。あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。はあ、ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。
そうだ。そうだった。ママはずっと病気で、俺、もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって。いっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って。それがママの最後の言葉で。ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。世界なんだから、死んだママは近くにいるはずだ。ねえママ、いるんだろ？早く会いに来てよ、ママ。これはもうダメだな。完全に壊れちゃってる。キュー！ああ、来たんだね君。でもちょっと遅かったね。はあ、霧の中に何かが。ごらんよ、君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。ぐしょぐしょよ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ霧に向かってね。え？ママ、ママ！ねえ、あれやばくない？
リョウ、なんか…笑ってんのか。みんな、まずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。リョウ、ハル、そこは危ない。早くこっちに来るんだ。影から触手のようなものが伸びて、待って待って、寮の方に行ってない？おいおいおい、やばいやばいやばい、これマジでやばいやつじゃねえの？危ないんだぞ、見殺しにしろってのか。もう間に合わない、タクマまで飲み込まれちゃうよ。そんな、そんな。おい、リョー、何やってんだ、早く逃げろ。リョー、逃げて。どうして、どうして逃げないの？え、リョウ、何か言ってる？ママ、やっと会えたよ。うん、これからはずっと一緒。もう離れないでね。は？待て、待てよ、リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。え、みゆき、
タクマさん。ハル。リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから、世界に食べられちゃったんだ。あぶねえ。たくま、大丈夫？ぼっとしてるよ。ずっと考えてたんだ、りょうのこと。助けられたはずなんだ。今日だけじゃなく、もっと前に。クネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も。教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつも僕は気づいてた。
亮がヤバい状態だって分かってた。それなのに僕は亮を助けなかった。僕は亮を見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？寮にもっとみんなと話してほしかったよ。そうすれば寮は一人にならなかったはずなんだ。みんなの中で居場所ができたはずなんだよ。そもそも何が正解なのかだって僕は分かってないんだ。僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか。僕には何も分からない。タクマの苦しい気持ちわかるよ。うん、苦しいよ。だって亮が仲間が死ぬような目に遭ってもこの状況を解決する道が見えないんだ。アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら元の世界に帰るための手段なんてあるのか。よ、一体何をどうすればいいんだよ。タクマ、あのね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。タクマなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも無理やりに進んでも最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる。タクマ、僕は君を信じているよ。僕もありがとう。なんだかすっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう？ならよかった。おやすみ、アグモ。おやすみ、タクマ。